綾瀬はるか、美しすぎる反響続出で、ジェシーとの交際評価が一変。ファンも、早く結婚してほしいと歓喜。10月30日に放送されたバラエティ番組、世界超グルメ日本テレビ系に、女優の綾瀬はるかが出演。同番組は、ゲストが旅に出かける様子をお笑いコンビのハライチの2人。 佐藤しおりをはじめとしたスタジオ出演者らが見守るという内容。写真あり、美しすぎあやせはるかのバストが目立つ黒ドレス。あやせは今回の放送でイタリアのローマを訪れ、料理を中心に現地を満喫する様子が VTR で流れた。旅行では、日本じゃできない7つのことをテーマに、あやせさんがカメラ片手に初めて自撮りに挑戦し、 観光地を案内する姿や、食レポする姿などが映し出され、まるで一人旅に近いような場面もありました。ローマで一番の品揃えを誇るジェラート店では、全部味見したいと30分かけて28種類ものジェラートを味見するなど、綾瀬さんがアップになる場面も多かったです。ちなみに、綾瀬さんは2024年に出版された写真集、遥かの異世界05。 講談社間でもローマを訪れており、何かと縁がある場所ですね、芸能記者。11月8日に主演映画、ルート29の公開が控えているとあって、その宣伝も兼ねて、綾瀬のメディアや表舞台への露出が増えている。11月1日も同映画の舞台挨拶に登壇していた。そんな中注目が高まっているのが、綾瀬の美貌だろう。 今回の世界長グルメの放送後にも X 上では肌綺麗すぎ、美しすぎて横転といった声が多く聞かれていた。ここ最近の中でも最も話題になったのは10月28日に東京ミッドタウン日比谷で行われた第37回東京国際映画祭のレッドカーペットでしょう。綾瀬さんはデコルテがはっきりと見える バストが目立つ黒のロングドレスで登場しましたが、その様子が各スポーツ紙などのネットニュースで伝えられると、凄まじい反響を呼びました。2004年のドラマ、世界の中心で、愛を叫ぶ TBSK でのブレイクから20年。そして、2025年で40歳を迎える彼女ですが、改めて、変わらぬ美しさを多くの人が再認識したようです。スポーツ紙記者。 2024年は、綾瀬にとって激動の1年になるだろう。というのは、7月にニュースポストセブンで、アイドルグループストーンズ、メンバーのジェシーとの真剣交際が明らかになったためだ。同志の取材に対して、ジェシーが前向きに応じていたことからも、綾瀬との交際の本気度は高いと見られる。前出の芸能記者がこう話す。二人の思いに反して、 人気アイドルのジェシーさんのファンからは、あやせさんを批判するような声が多く上がっていたのも事実です。どうしても、アイドルの結婚を応援できない人も多い中、あやせさんは、ジェシーさんの12学年上とあり、早々にゴールインするのでは、と思った人も多いのでしょう。しかし、ここ最近、あやせのニュースが目立つ中、ジェシーのファンの間でも、風向きが変わったのかもしれない。 東京国際映画祭の、綾瀬はるか綺麗すぎてため生き出るマジで、綾瀬はるかを痛めたジェシー。ちゃんすごい。そして帰ったら、綾瀬はるかいる現実羨ましい。早く結婚してほしい。7月以降時短の言動に疑問を抱くことが多くて、もやもやすることもあるけど、綾瀬はるか、可愛すぎ。え、本当にジェシーでいいの本当に って思うレベルで可愛すぎそりゃジェシーが否定しない気持ちもわかるわ。こんだけ可愛い彼女女の私でも欲しいもん。やっぱりあやせはるかは可愛いしそんな人を射止めたジェシーはすごい男前だよ。このように二人の交際を応援する声が X 上では目立つようになってきたのだ。ファンの思いを大切にするあやせさんとジェシーさんはファンへの影響などを考慮し、 反応なども探りながら慎重に行動してきました。9月にニュースポストセブンで報じられたアヤセさんとジェシーさんの旅行先のラスベガスは、ジェシーさんの父親の出身地で親戚も多く、彼にとっては第二の故郷。ここにアヤセさんを連れて行ったということは、交際を真剣に考え、結婚も視野に入れていることが伺えますから。 ファンとしても前向きに応援しようと思いを改めた人もいたのでしょう。綾瀬さんは2025年3月に40歳を迎えますが、現在、関係者の間ではその誕生日が X デーになるかもしれないと言われています。当然。